言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。1個前にショート動画でマーゼルのカーニバルがレコチョクで実は1位を取ったりとかしている話もさせていただいております。で、マーゼルも当然だけど、やっぱり BE:FIRST も当然といや当然で、ベストヒット歌謡祭であったりとか、まあ、もろもろの効果があるんでしょうね。メインストリームがやはり特に伸びていて、結構スピード感がまた増しているんですよね。でね、私YouTube のミュージックチャートインサイトを結構見て考察をするっていうのをやっていたわけなんですけど、なんか今ね、そちらがちょっと変わっちゃって、外国とかでもしかして聞かれてないかって調べたかったんだけど、ちょっと今調べらんないんですよね。このタイミングでかってちょっと思ってますけど、どうも来年とかにいろいろまた変わってくれるといいんだけど、正直ミュージオンのミュージックチャートインサイト使いやすくはないんですよね。また外国に行ってる可能性とかも考えたんだけどね。まあそんなことも思いました。ただメインストリーム伸びているのは変わりがなくて、 MV ですね。ただそのやっぱり MV が伸びていて、ストリーミングの方はやっぱりちょっともう頑張んなきゃなっていうところはあるわけですけど、まあもろもろありますけどね、そんな感じのようです。まあ見つかっていっているなと思います。 YouTube の登録者数も BE:FIRST もマーゼルもどんどん伸びております。はい。で、今回はまあ主に3つの話をさせていただきたいと思っておりますけど、まず1つがソータ君とシュント君と龍平君が出ている新しい CM といいますか、そちらが WebCM の方で出るという形の話。それから22日ですけども MTV の、ま、レッドカーペットの配信といいますか、 MTV VMAJ2023 プレショーについてみたいな感じのところでその話があって、あとはちょっと前の話になっちゃうんですけど、ナインティナイン、皆さんご存知だと思いますが、ナインティナインの岡村さんがベストヒット歌謡祭のBE:FIRST が出たあの歌謡祭のコラボについてラジオでね語ってましたっていうことです。 BE:FIRST とかなにわ男子とか INI っていう名前は出していないけど、まあ、あの方はね芸人さんでいうとダンスむちゃくちゃ上手い人で、もともとオカザイルだったりとかね、まあ、エグザイルとか前世の時代からがっつりダンスに絡んでいて、あだから LTH 関連ともしかしたらやっぱりその辺関わりっていうのが結構あるのかもですね。今もね分かんないけど、そうなってくるとなんか分かる気もする、うん、っていうことなんですけど、はい。じゃあちょっと一つ一つ話をしていきたいと思いますが、まずはそうですね、明日の話なんでね、早めに語っておきたいというか、これ撮ってんのが21日なので、はい。11月22日の水曜日の14時30分、そう、平日のね14時30分という形で、お仕事とかされてる方にはちょっと難しいかもですけど、逆にそのお家におられる方で、お昼とかもろもろ、まあ、朝のいろんなものを終わらせてからの14時30分は逆に見やすいかもしれない。うん。MTV VMAJ2023 プレショー。これレッドカーペットに BE:FIRST が登壇するんですね。で、生配信で見られるということです。まあ、電波状況がどんな感じかわかりませんがね。まあ、そういうことですね。生配信 MTV VMAJ2023 プレショーと書いてありますね。で、レッドカーペット出演者、10フィート、アイコ、アイナジエンド、バッドホップ、BE:FIRST、ブライト、ガルフ、日向坂46、ミセスグリーンアップル、マカロニ、鉛筆、20、乃木坂46、桜坂46、ザ・ボーイズ、山下智久、YOASOBI ということでね。はい。で、まあ、こちらの方が、14時30分からという形でございますけど、まあでも、いいっすね。バッドホップとかいるのちょっといいなと思ってますよ。うん。ライブアクト DXT、リルリーグ、ウルフハウルハーモニー。これはライブアクトもやるのかしら。まあ、とにかくね、そういう形で。まあ、こちらが生配信があるんだけど、これね、YouTube って大体アーカイブあるから、それで OK かなと思ったら、アーカイブはございませんと書いてあるんです。だからこれ気をつけなきゃいけないですね。うん。そう、MTV VMAJ2023 プレショーでの BE:FIRST のライブパフォーマンスはございませんということで、それからこちらと別でアワード本編の方ね、 MTV VMAJ2023
こちらの方は BE:FIRST もステージに上がるはずなんですが、こっちの方は生配信はございませんということです。はい、なのでご注意くださいということですね。まあアーカイブなしってね、結構そうだな、平日のこの時間でアーカイブなしはなかなか恐ろしいと思っていますが、そうですね、まあそういう感じのようでございます。本当だから見れる方は見るっていう感じですよね、っていうことですね。まあ無料で 見れるのであるから仕方がないよねっていう。でも電波状況とかも不安だね。生配信でね、往々にして止まっちゃったりね、よくVTuber とかの配信見てる時にぐるったなんてことを言いますけど、ぐるったりするかもしれないですけどね。まあそんなことも考えたりします。一応生配信って書いてあるやつ、 MTB の VMHA のやつね、これ貼っときますね、概要欄にも。はい、 Twitter の方も貼っておきますし、っていうことでございますね。はい、で続きまして、まあ蒼太くん、俊斗くん、龍平くん のデルテクノロジーズの新 WebCM と、こちらってあれなんですかね、 WebCM ってことは、つまりその YouTube とか TVer とかで流れるみたいな感じのやつってことですかね。あのデルテクノロジーズ、 BE:FIRST の蒼太さん、俊斗さん、龍平さんが出演するデルの新 WebCM 公開。さらに今デルの対象製品を購入すると、 BE:FIRST ロゴ入りエイリアンウェア、ゲーミングマウスなど豪華プレゼントが当たるキャンペーンも実施中と、うん、さあ進もう、まだ何も知らない世界へと書いてありますということですね。デルテクノロジーズさんのあのツイッター X の方をね貼っておきますので、そこからね15秒の CM を見ることができます。非常に近未来感があるというか、おしゃれでしてね、うん、いいですね。なんか彼らのイメージに非常に合ってますよ。今こそ新たな変革をっていうのもね、これもその BE:FIRST のイメージにぴったりですしね。はい、まあスクリームの時以来のご縁という形にもなりますけどね。はい、結構ベスティがコメント返していて、はい、まあ何しろそうですよね、かっこいいですからね、っていう感じです。はい、こちらの方もリンク貼っておきます。スクリームの時からの縁っていう感じではありますけど、その PC とかね、もろもろテクノロジー的なやつとかってメインストリームの世界観にも合ってはいますよね。特にメインストリームのね、音といいますかバックトラックはちょっとゲーム音みたいな感じのねイメージでもありますし、あれなんか結構イメージに合うんじゃないかなって思ったりもしますけど。はい、で21日の20時から龍平くんと俊斗くんが出る YouTube の番組といいますか、そちらもありますんでね、はい、そちらも楽しみにしたいと思います。あとちょっとね、サムネイルには反映されていないかもしれないし、ちょっとシプールさんの写真だから載せるわけにいかないんですけど、マナトくんのめちゃくちゃかっこいい写真がありましてね、こちらもちょっと概要欄には貼っておきますよ。BE:FIRST マナトさんがシプール1月号でついにソロで登場っていう、でこれ11月の16日のニュースだから、ちょっと私これ紹介するの遅れちゃったんだね。かっこいいですよマナトくん、うん。でシュプールでマナト君がね8ページの特集だったかな、載っているのもありますし、記念すべき初めてのファッションストーリーのテーマはズバリニューヨークっていうね、ファッションシュート、彼がソロのファッションシュートは彼にとっても初みたいな。ファッションシュートって何ですかね、シュートってサッカーではないですよね。すいませんね、あんまりおしゃれな言葉は知らないんですよ、おっさんだからねはい、まあまあまあ、で言ってみれば彼が、ね、ニューヨークに、まあ、留学してマナトさんのルーツといえる街ですみたいな感じでね、うん、そういうこともあって、で小学校卒業した後同じ志を持つ仲間と共にアメリカに行って、でもう多彩な音楽に満ちた生活を送りながら、まあ、彼の生き方にすごく影響を与えたんだろうと、ね、いうことですよね。でもその子供の頃にその旅行とかではなく、旅行ですらやっぱり外国に行くっていうのは結構な影響があるわけだけど、ね、マナト君の場合はそれこそ、ね、歌をね当時はなんかダンスっていうか歌の人だったみたいな感じの話をどこからか聞いた気がするんで、まあ、とにかくそういうところでやったから、ね、そこのルーツっていうところで行くというのはやっぱり感慨無量なんじゃないかなって思ったりしますね。はい、という感じで、こちらも概要欄には貼っておきます。はい、そしてナイナイの岡村さんが
ベストヒット歌謡祭の話をしたっていうところの話ですけど、あのナインティナインのオールナイトニッポンがありまして、まあ、そちらの方で語っていたという形でございますね。まあ、ちょっとね11月16日ぐらいのやつで、まあ、聞くとしたらねもうちょいでもしかしたらラジコで聞けるのはそろそろ終わっちゃうかもしれないんだけど、今日火曜日だからね、1時間32分ぐらいのところから音楽の日って今言おうとしたけど、なぜ言おうとしたかというと、結局そのベストヒット歌謡祭の話をしたけど、音楽の日 TBS のあれがあってからいろいろ変わってきたみたいな話をしてたんですね。でなんかあのすごい変わったみたいな感じのことを言ってて、うん、まあ変わったっていう風に言ってるっていうことは、まあ、結局その岡村さんとかから見ても今までのそのテレビのそういうものは明らかに違和感があったっていうことですよね。うん、違和感があってもそれをあまり言えなかったっていうことかもしれないです。ね、先ほど冒頭でも言いましたが、岡村隆史さんはダンスが上手で、まあ、オカザイルみたいなのもやってましたしね。っていうのもありますから、ね。だから、その中でそのコラボだったりとか、ちょっとバトルっぽいみたいな感じの話とか、多分それは、あれですよね、ダンクのコラボの時の話、まあ、岡村さんのことなんで多分なにわさんとかとは仕事とかはしたりはしてるはずだからね、なんとなくだけど吉本だしね、うん、吉本だし、まあ、吉本だしっていうかなにわ男子が関西の方の人だし、うん、その流れでいくと INI とかともあったりしてるのかな、でもあんまイメージはないか、まあ私がテレビ見ないからイメージないに決まってんだけどさ、うん、あ、岡村さんのあの番組っていうか、ナイナイのやってる音楽番組になにわ男子で出ていたのは知ってるんで、はい、それは知ってます。はい、ちょいちょい最近なにわさんもチェックをするようにはなりました。はい。で、まあ、そのコラボの話とかをしていて、まあ、その切磋琢磨していい風に変わってきてるっていうところとか、そう、岡村さんが主に話をしてましたが、矢部さんも、あの、誰も損しないしね、みたいな感じの、そういうところの話をしてたというところで、うん。でもなんかその辺もだからね、あえてだからナインティナインのラジオというかオールナイトニッポンも結構今はそんなに聞いてないですけど、毎週のように聞いていた時期もあるんで、まあ結構フリートークのねところとか、はがき職人というかね、リスナーのはがきを元にして話すこともあるけど、フリートークコーナー結構多いので、そのフリートークのコーナーの中でその音楽の日とベストヒット歌謡祭に触れるっていうところとかは、やっぱりその辺かなり岡村さんにとってもインパクトが強かった出来事なんだろうなっていう気がしますね。でもなんかその音楽の日って話で TBS のね、そこから始まったみたいな感じのは言ってますが、まあ私たちとしてはスカイハイのダンクから始まったんじゃないかと思ってはいるし、でもな、わかんないですけどね、岡村さんもそのダンク自体は知っている可能性もあるし、ダンス好きな人で自分も当然やるから、で、ダンクはね、ジェネレーションズとかバリスティックボーイズとか LDH 系の人たちも出ていたわけでね、2023年と言いますか、あれね、たまに間違うんですけど、あれ去年じゃなくて今年なんですよね。今年やってるんですよね。うん。そう。で、今度やるね、やつもね、京セラドームのやつもね、ファンタスティックスさんとか出ますし、ザ・ジェット・ボーイ・バンガーズ、それからあれか、リルリーグも出るしね、なんていうことでね。まあ今、でもあれか、エグザイルとは絡みがあっても、ジェネレーションズとかとはあんまりないのかな。その辺もあんまりよくわかんないまま話をしてしまったけども。ただ、とにかく、その、ベストヒット歌謡祭について岡村さんが触れていたのは間違いがないので、まあ、ちょっとその辺はね、嬉しいですね。っていうふうに思ったりはします。でもなんとなくですけど、岡村さんっていうか、ナインティナインの色は、BE:FIRSTがあってもいいけど、なんとなくマーゼルと、なんか合いそうな気がするっすけどね、わかんないっすけど、うん、はい、ということで BE:FIRSTが出る VMHA MTV2023 のそちらの方のプレショーの方の配信がアーカイブはないけど22日の14時30分からやるということ、それからデルテクノロジーズのソータくん、シュントくん、リュウヘイくんの新 CM についてのインフォメーション、それからマナトくんの雑誌といいますシプールさんの方の話、そして岡村さんがベストヒット歌謡祭などに触れていたというかお話をしていたという話をさせていただきました。概要欄など参考にしてください。はい、では私はいろんな動画を撮ってますので、タイトルサムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますようにチャンネルの登録をお勧めいたします。
それでは失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。